今回は、電検3種、理論科目の、平成27年度の、問い4の問題を使って、電検3種の、計算問題の非常に効率的なやり方というのを、一つご紹介したいと思います。極端なことを言うと、電検3種の、計算問題というのは、結構、多くの問題でも言えることですが、ちゃんと、理論的な考え方さえできれば、最後まで計算する必要がないようになっている問題もあります。この、今年度、の、問い4の問題もまさにそのような問題であります。まず、考え方として、このようなこれは直流回路の、抵抗の電圧の比を、いろいろ考えて解いていく問題ということになります。まず、電源の電圧が 90V であります。そして、ここは 30V ということですね。つまり、ここには 60V かかっているというのはよろしいでしょうか。60オームに 60V ということは、ここ全体はこれは30オームになるということはわかりますでしょうか。さて、R1 とそれ以外の抵抗が並列になっているのが30オームということは、R1 は必然的に30オームより大きくなるということがわかります。もし R1 が30オームより、30オームだとすると、それに並列の抵抗がつながったということは、絶対に R1 は、30オームより小さくなってしまいます。ですので、R1 は絶対に30オームより大きいということになります。ですので、この時点でこの R1 を見ると1番と3番は消えます。さて続いて R2 を見ていきます。 R2 はここは 15V かかっております。そして、ここ全体に 30V かかっているというのもよろしいでしょうか。ということは60オームにもここにも15V かかっております。ということは60オームに 15V ということは、この R2 のこの並列回路の部分もこれは60オームということになります。ということは R2 は絶対に60オームより大きくなるということであります。そうでないと、この R2 に、負荷が並列につながるということは絶対に60オームより小さくなりますので、 R2 は、60オームより大きくないとここの回路が60オームという条件が満たされないということであります。ということは、1番はなくて3番もありません。この中で R2 が、60オームより大きいのは2番と、ごめんなさい、大きいのはもう5番しか残っていないということであります。さて、ここで、では R3 が120オームかどうかというのを一応確認してみたいと思います。R2 に 15V ということは全体に 15V かかっております。そして R3 に 10V ということは60オームのところに 5V かかっております。電圧が2倍ということは抵抗はこれは60の2倍ということで120オームであります。ですので、条件は満たされましたということで答えは5番ということになります。さて皆さん、これは真面目に計算しますでしょうか。これを真面目に計算すると非常に大変であります。並列に抵抗がつながるというのはどういうことか、また直列回路の時の電圧の比と抵抗の比は等しいと、この条件をしっかりと理解できていればこの問題はほとんどですね計算する必要はありません。テキスト、来年度、もしくはもう発売されておりかいるかもしれませんが、テキストの回答を見てみてください。結構真面目に、電流を使って解いているような問題も、回答もたくさんあります。しかし今のような電気の本質的な理屈を理解していれば、このように計算するまでもなく解けてしまうのです。電検3種の計算問題はこのように解くように作られる問題が、たくさんあります。真面目に解いていると非常に時間がかかる問題も、理屈をちゃんと覚えていれば、半分以下の時間で解けてしまうということであります。
この理屈を覚えて効率的に解けるかどうかが電検三種合格のための大きな分かれ道であります。この理屈を覚えて効率的に解く、このやり方というのは繰り返し問題を解いて慣れるしかありません。ぜひですね、このような、理屈を覚えるというのを、当センターの講習では、積極的に取り組んでおります。ぜひ、当センターの講習会に参加していただいて、このやり方になれるというのをぜひ、考えていただければいいかと思います。よろしくお願いいたします。